敗損を告げる活字に桃の皮、触れればにじみゆくばかり来て。桃の皮を剥いていた時、テーブルの上の新聞記事が目に入った。サハリン大地震でロシアの村が廃村になったという。滅びゆく者への思いを東さんは読んだ。廃村を告げる活字に桃の皮、触れればにじみゆくばかり来て来て。いつの間にか寂しくて恐ろしい、わけのわからない自分が短い言葉の裏に立っていた。気がつかなかった心、取り戻すことのできない気持ち、センスオブロス、喪失感。東さんはこの歌を読んだ時、心の奥底に眠っていた深い喪失感に気づいた。いつの間にか寂しくて恐ろしい、わけのわからない自分が短い言葉の裏に立っていた。気がつかなかった心、取り戻すことのできない気持ち。一つの村が儚く滅んでいくっていうことと、物にも一つこう別の命に変わっていくみたいな、そういうものがこう重なって、何か自分の根底にある深い思いと結びついて、誰か遠いたった一人の人に気持ちを届けたいような、そんなような心持ちになった時にできた歌ですね。来て来てと呼びかけ、届けたかった思いとは。多分誰の心の中にもそういうのがあるんじゃないかな。普段は眠らしてるけれども、あの世界の終わりになったら会いに行きたいとか、そういう願いみたいなものが一人一人の中にきっとあって、喪失感を内部に感じつつ、そこからの出口みたいなものを求めているんじゃないかなと思いますけど。かつては和歌と呼ばれ、主に男女の間で読み合われた短歌。しかし東さんは、短歌は独白の形をしているという。独白の形を取りながら誰かに呼びかけてきた東さん。独白だからか、東さんの短歌はいつも切ない。遠くから来る自転車を探してた。春の日、瞳、眩しい、どなた。ひまわりの擬態を一晩したままで、ひまわりのあなたをここに擬態を一晩したままで、あなたをここに待っていました。あなたをここに待っていました。